いよいよ大西洋へ出航の日がやってきました。はい、ここがゴールやったんやね。じゃあここから、ヨットのとこまで走っていって、ここで乗ってすぐ行きます。来ました。あー、ほんなら行こうか。ちょっと、お疲れ様です。寛平さんが、今寛平さんが大西洋横断の出発地となりますマンハッタンの南側にあるハーバーノースコーブに今到着しました。これからエオラス号に乗って大西洋横断にスタートします。パンプキン来てや、パンプキン。今エオラス号に乗って挨拶を交わしました。これからまた長い時間を二人で過ごすことになります。久しぶりのエオラス号乗船となります。寛平さん、今乗り込みました。うわー、アメリカ大陸横断中に何度も何度も応援に訪れたアメリカ人の男性が今寛平さん大西洋に向かって出発する前に挨拶にいらっしゃいました。通称アメマのおじさん、寛平さんとフロリダにやってきました。おはようございます。いよいよ大西洋出発ですけれども、はい、今のお気持ちを寛平さんからお願いします。そうですね、まあ、太平洋より大西洋の方がちょっと楽かなと、はい、でもね、ちょっとこれ4ヶ月ほど走ってたもんで、ね、これ忘れてるんですけど、これ大丈夫かなと思いながらちょっと、うん、まあ、引きにおちゃんと最初忘れてるかわからんから、それからこうちゃんと言うてやいて、ちゃんと言ってくれるな、命令してくれるな、ちょっとわからんからとかいうのを話してたんですけど、はい、でもまあやりだしたら、そうですね、もうすぐ揉め出すと思うので、はい、今回も揉めますか。今回は揉めへんよな。今回大丈夫だと思います。もう自信持ってますから。はい、木、はいはい、さんはまた再び寛平さんと海に出るわけですけれども、はいはい、今のお気持ちを。またちょっと違う緊張感で、太平洋の時は冬だったんですけど、まあ、僕自身全く知らない海なんで、でフランスにつけるっていうとなんか全然ピッと来ないんで、気を抜かないようにしっかりと、でまあなんかいろんな遊びを今回は洋上で寛平さんに楽しんでもらおうかなと、もっと釣りもいっぱいしたり、いろいろちょっと楽しみをいろいろエンジョイしてもらうと。そうですね、太平洋の場合はもう大変、ヨットというのはめちゃめちゃ大変やっていう状態やったんですけど、今回はな、ヨットってこんなに楽しいんやいうとこを伝えたいですね、まあ、はい、みんなに。だからヨットやんなさいとね、はい、そう言いたいんやね。はい、そうですね、ヨットは楽しいから。はい、はいはい、どれぐらいの期間で向こうまで行こうと考えてらっしゃいますか。今予定では33日の予定です。はい、33日間また2人きりの生活になりますけれども、寛平さん率直なところどうでしょう、うん、ちょっとこう揉め事を心配しているとか。いや、そうですね、揉め事を心配しているより、まあ、引きが起これになったら揉めません。大丈夫です。ちょっと後で紙にテープにいろんな語録を貼っときます。カットするな、カットを抑えろかな、この辺貼っときます。はい、これでグッと腹立った時はオカマコトンバ、オカマコトンバだから全然関係ない名前で呼ぼうかなと。武田ほら武田腹立たへんでしょ。あ、でも武田いてへんから俺ちょっとショックになるから、ショックアブソーバー。この1ヶ月の航海で一番こう気になることって何でしょう。いや、気になるより、まあ、太平洋を渡ってきたから言うて、この大西洋をやっぱこう舐めたらいかんし、やっぱ気の緩みが一番怖いから、はい、だからまあ僕はこのいつもちゃんとハーネスつけとかずっと怒られてたんですけど、僕の方が今度なんか心配になってきて、はい、なんかそれはなんて書いたら、もう自信持ってきてるから、太平洋渡ったっていう自信持ってきてるから、余裕があるから、そこがちょっと舐めてかかった、危ないから気を引き締めていきます。気を引き締めて、はい、ありがとう。
ありがとう。はい、あ、旦那は？旦那、皆さんちょっとこちらも待って、旦那、お三方でお願いします。はい、ありがとうございます。待ってますね。はい、3、2、1、0。あーいまいいですね。ありがとうございました。気をつけて。じゃあね、じゃあ行ってみます。頑張ってください。じゃあ田中、はい、田中、はい、頑張ってください。ヨーロッパでな。はい、はい、お待ちしております。よし、もうこれ出たら、もうこれ離れたらもう帰ってこられへんねんな。頑張ってくるよ。いよいよ出ます、一生懸命、まあね、喧嘩もしないように、はい、2人で、また電話です。渡りますので、よろしくお願いします。ほんでいろんなことをどんどん、まあ、あのここなんていうんですか、伝えていきたいと思いますので、はい、またメールですね。もうあれですよ、ほんまにね、今回はもうひょっとして喧嘩したら、もう喧嘩したとこでもうその辺も全部流します。はい、よし、じゃあ行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。それ食べてないかな。あ、大丈夫。じゃあ後ろ外すよ。はい、分かりました。すぐさか乗ってる。お願いします。はい、ジャケットは大丈夫ですか。こういう時はちゃんとつけとかんと。いってらっしゃい。テレビと今ニューヨークのノースコーブを離れていきます。カンペイさんを乗せたエオラス号、これからフランスに向けて今出航しました。